でね、えー、まあ最後にカプセル化、非カプセル化という話をしておきたいと思います。でね、えー、とじゃあこのワンちゃんから、えー、じゃあその飼い主に対してメールを送りたいなという時ですね、まあ、メールアプリケーションからデータ、ボールをよこせみたいな情報を入力して、そしてそれを送信するんですけど、まあね、この送信データというのはですね、先ほどのこの OSI 参照モデルの説明でも、ねまあ、わかると思うんですけど、 まあ送信時はこのデータ7から1に低レイヤーに向かって処理されていくと。そして一番低レイヤーまで行って電波信号に変えられ受信側に行ったら今度は低レイヤーから高レイヤーに向かって処理されていくと。ね、これ OK ですよね。はい。でですね、はい、まずは送信時の話なんですけど、まあ、送信データっていうのは高レイヤーから低レイヤーに向かって処理されていきますと。この際ですね、はい、ここ重要です。 このね、オリジナルの送りたいデータに、各レイヤーで、このね、レイヤー別に、えー、まあ、必要な情報っていうのをピトってくっつけるんですよ、ね。レイヤー7で処理したらピト。レイヤー6で処理したらさらにピト。レイヤー5でさらにさらにピト。みたいな感じでね、はい。どん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 オリジナルデータに、えー、やたらデータが増えていくと。はい。でね、この各レイヤーでピトってくっつけられる、まあ、制御情報、制御に関するデータ。これをね、ヘッダって言います。はい。 ヘッダーがピトピトくっつけられる。あとはですね、レイヤー2に関してはヘッダーに加えてトレーラーっていうね、まあこれもチェック用のデータですね。はい。まあ送り出す直前に貼っておく、まあそういうチェック用のデータ。これをね、くっつけますと。はい。でね、この送信データを作るために、レイヤーごとにヘッダー、まああるいはトレーラーですね、をピト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 くっつけていく。この処理をですね、カプセル化って言いますと。 でね、まあ、この手紙を送る例のね、まあ、送信部分、手紙を用意して送り出す、この部分もねちょっと考えてみれば、まあ、ちょっとわかるかな、イメージはかるかなと思うんですけど、はい、まあね、純粋な便箋に書いた手紙、こいつっていうのは、まず封筒に入れないと送ってくれないですよね。なんで、まあ、封筒っていう情報がある意味、この手紙にピとってくっつくわけですよ。 であとは、えー、宛先を書かないと送ってもらえ、しっかりと届かないんで、じゃあ、宛先っていう情報をピトッてくっつけると。まあ、さらに、切、え、手、ー、っていうね、ものも貼らないと、郵便局では取り扱ってくれないんで、まあ、この切手っていう情報もピトッて貼ると。でさらに、えー、このね、手紙を送り出す際は、じゃあ、即達でみたいな感じで言ったら、じゃあ、今度は即達料金っていうのを払って、そして、即達用の箱っていうのを押して、ピトッて押してもらうんですよね。 っていう風にして、送り出す際って、まあね、いろんな情報が、えー、このピュアのね、送信したい、送り出したい情報に加えて、どん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 追加されていってるじゃないですか。まさにヘッダーっていうのは、まあこういった情報がピト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 くっついている。まあそういったイメージを持ってください。えー、でね、各レイヤー別に送り出すための情報っていうのを全部付け終わったら、まあいよいよ送信しますよと。でね、じゃあ今度受信側の話。 ね、えー、じゃあいろいろカプセル化されて、い、ま、ろ、あ、んなね、えー、ヘッダーがくっついた状態でわーっと受け取ると。で、受け取った後はですね、まあ、今度は外していく作業になります。で、ま,あ、まずね、えー、レイヤー1終わったら、じゃあ次、レイヤー2に、えー、処理をしていきますと。で、この際はですね、このね、ヘッダーとトレーラーを見るんですよ。で、そうすると、例えばじゃあレイヤー2だったら、これ、濃度感。 の情報が書いてるんで、例えばじゃ次のノードのアドレスはここですよ。アドレスっていうと、まあ、この、何、えー、ていうか、ネットワークにおける場所情報ですかね。まあ、ここですよみたいな情報を書いてるんで、ふんふんって、それを見ながら、よしよしって、処理が終わったら、じゃあそのヘッダーを外してやると。で次に、ネットワーク層って言ったら、今度エンドツーエンド、えー、送信元から送信先の情報なんで、あ次は、じゃこのノードに向かって送り出そうみたいな情報をこう読み解いて、 で、これも処理し終わったら、もういらないやって言って外すと。まあ、こんな感じでですね、まあ、送信時に付けられた情報っていうのを頼りに、まあ、今度は受信作業っていうのをしていくわけですね。はい。でね、こういうふうにして、えー、このデータに付けられたヘッダーとかを、まあ一個ずつ外していく。まあ、この作業をですね、非カプセル化と言いますと。はい。ね、カプセル化の反対は非カプセル化。まあ分かりやすいですよね。はい。このカプセル化、非カプセル化、まあ非常に重要なので、必ず覚えておいてください。 はい。でね、えー、最後になりますけど、まあ、このね、えーまあ、カプセル化されていった、ね、ヘッダ付きの情報、えー、このね、えー、データプラスヘッダ、まあ、あるいはトレーラーですね。このデータ単位のことを PDU、プロトコルデータユニットって言いますと、これめちゃめちゃ大事なんで覚えておいてください。えー、プロトコルデータユニット、PDU、OK ですね。はい。でね、この PDU なんですけど、ねまあ、レイヤー別にちょっと 加えられてていいるる情報が変わってくるわっくけじゃないですかでね、これ、呼び名も変わってくるんですよ。で、えー、特に重要なのが、えー、レイヤー2のフレーム。ねまあ、レイヤー2というと、えー、レイヤー7から2までの全、えー、でヘッダーがわーってくっついてる、まあ。一番重い状態ですかね。ね送信される一番でかい情報、これはフレーム。で、レイヤー3、これが、まあ、レイヤー2のヘッダーとトレーラーが外れた状態のもの。 ネットワーク層で扱われるものですね。で、これをね、パケットって言います。パケット。パケットって聞いたことありますよね。はい。あのパケットです。で、レイヤー4で扱われるものが、えー、まあ、セグメントって言いますと。セグメント。トランスポート層で扱われるデータが、PDU がセグメント。で、あとはですね、まあ、割とどうでもいいんですけど、567ではまあ単純にデータって言われますし、ヘータがついてようが、なかろうがデータ。 あとはね、レイヤー1ではまあデータというよりは電気信号とかになってますんで、ビットとかシンボルとかそういった言われ方がしますね。はい。まあ、この PDU、まあ、特にこの3つ、フレームパケットセグメント、えー、これね、えー、もうこの後当たり前のように使いますんで、えー、必ず押さえておきましょう。えー、ということでですね、OSI 参照モデル、これで終わりになります。まあね、えー、ここ。 ネットワークの全体像を表すような、もうめちゃめちゃ大事な範囲なんで、もう一言一句、えー、もうミスらずに必ず頭に叩き込んでください。はい。でね、特にこの動画でやってる内容っていうのは、もう最低限の、しかし、もう絶対に必要な部分なんで、えー、もう要復習って感じですね。はい。ということで、じゃあ、えー、今回の講座はこれで終わりたいと思います。お疲れ様です。